日本のバスケ界史上初の1億円プレーヤーとして日本の B リーグを引っ張る選手、富樫勇樹選手。身長が高い方が有利だと言われるバスケ業界の常識を変えていきました。皆さんこんにちは。今回は日本を代表するスピードスター富樫勇樹選手のこれまでの挑戦の人生について特集していきます。ではどうぞ。1993年7月30日、新潟県新発田市に富樫勇樹選手は生まれました。お父さんの富樫英樹さんは中学バスケの中では名の知れた監督で、本丸中学に16年間赴任し、全中に10回出場、そのうち優勝2回を果たしています。お父さんが自宅でビデオを見て試合を研究しているときは、富樫選手自身も何気なく画面を見ていたり、お父さんがバスケ関係者を家に招いたり、試合会場でコーチ仲間と談笑していれば、母の恵子さんと一緒に同行し、大人の会話を自然と耳にする機会が多かったといいます。また母の恵子さんも大学までバスケをしていました。そんなバスケに囲まれた環境だったこともあり、幼少期からすでにバスケットボールには富樫選手は触れていたといいます。2歳からおもちゃのリングに向かってシュートを打っており、そのシュートがワンハンドフォームだったことにお父さんも驚いていたといいます。小1の時にはミニバスを始めましたが、当時はとてもシャイな性格だということもあり、試合を尻込みすることもあったといいます。しかしすぐにうまいと言われ始め、小4の時には別格と言われるほどの逸材になりました。体格差のある6年生とも競り合って、ボールを取られたとこを見た記憶がないとお父さんも言います。そして富樫選手が小4の時に、今も彼の最大の武器でもあるフローターシュートを身につけます。きっかけはお父さんが当時小4だった富樫選手の出場する試合を見に来てくれた時でした。自分よりも大きな選手と対戦している息子を見たお父さんは、ドリブルで切り抜けられるのだから、あとはシュートが必要だ、ふわっと浮かせて打ってみたらどうだとアドバイス。富樫選手はその頃はフローターシュートという名前すら知らない頃でしたが、父は小さな僕に大きい選手の上でちょっと浮かせてループをかける技を教えてくれたんです。なるほどと思いましたねと素直にそれを聞き入れ、フローターシュートを身につけました。それ以降、得意技として今でも富樫選手は多用しています。そして富樫選手は小学校を卒業し、中学へ進学することになります。ちなみに富樫家はお父さんがコーチをする本丸中学の横の区にありました。富樫選手としては中3の時に地元で全中があることは分かっていたので、ミニバスの仲間と一緒に日本一を目指したかったと、すでに強豪だった本丸中学への進学を希望していましたが、お父さんは学区変更してまで来いとは言わなかったといいます。富樫選手は当時もまだシャイだったこともあり、本丸中学への思いをお父さんに切り出せなかったのですが、いつも富樫選手の思いを聞いてきたお母さんが協力してくれたといいます。お父さんはいつも晩酌して、その後ソファーで寝落ちしていましたが、そこに起きがけの不意打ちを狙う作戦が功を奏して、本丸中学に行きたいと伝えることができたといいます。しかしお父さんからの条件として、勉強と掃除をすることということが出されました。これは中学生として当たり前の本分を全うするという教員としての願いであり、生活がしっかりしている選手は目標にしっかり取り組むというコーチのモットーでもあったといいます。富樫選手は中学に入ってからはすぐに中心選手として活躍。お父さんの富樫コーチは第三者目線からも、ゲーム中人と見ているところが違うので驚くような展開が生まれる、感性は教えて身につくものではありません、勇気にはこれといって何かを教えたことがないんですよ。そして2008年、本丸中は大本命の中で全中を優勝で飾りました。中学卒業後は当時浜松東サンガフェニックスのヘッドコーチで、富樫選手の父親と交流があった中村和夫先生の勧めもあり、アメリカ留学を決意します。しかし富樫選手自体は最初、中村先生のアメリカ留学の勧めは冗談と思っていたみたいです。ただ富樫選手も日本の高校で行きたいところもなく、アメリカ留学を決めてしまったようです。しかしトイフル8点という成績で、英語も喋れなかった中でアメリカに留学したので、英語の授業は最後まで分からず、最初の年に関してはイエスとノーだけで乗り切ったといいます。
そんな中で18歳までモントローズクリスチャン高校で生活。中学までインタビュー泣かせだと言われるほどシャイな富樫選手でしたが、アメリカではポジティブになれたといいます。またバスケでは不利と言われる低身長ながらも1年からロスター入りし、主にシックスマンとして起用されます。2年時からはスタメンとして起用され、2010年の同校全米ランキング2位ランクインに貢献しました。英語もあまり話せないポイントガードがスタメン入りを果たすということは、どれだけ監督やチームメイトに言葉だけではない信頼を得ていたのかが分かりますね。高校卒業後はアメリカの大学進学を目指し、 NCAA 一部の大学からも勧誘を受けたものの、希望する学費全額免除の条件ではなかったため進学を断念してしまいます。そして2012年、18歳で帰国してからは恩師である中村和夫さんが監督を務める BJ リーグの秋田ノーザンハピネッツに入りました。アメリカではパスを回すのが仕事だった富樫選手ですが、秋田ノーザンハピネッツではシュートを決めるというポジションにシフトしたといいます。中村監督からはチビが点数取らなきゃいる意味ないだろうと怒鳴られていたといいます。中村先生自体、褒めて伸ばすよりも徹底的にダメなプレーを指摘し厳しく指導するタイプだったこともあり、いつも中村先生とは戦っていたみたいです。しかしそのおかげで富樫選手も吹っ切れることができたといいます。とあるインタビューで、背が低い自分の仕事は何なのかと真に己を見つめることになりました。シュートを打って得点を重ねることでチームに絶対必要な選手になるという気持ちが固まった。ですからどんな瞬間もシュートを狙いに行くというメンタリティは秋田の頃に完成したとも言えますね。そんな富樫選手はプロになって1年目から新人賞、そして2年目には東京運動記者クラブが選出する年間ベスト5、そしてオールスターでは MVP を獲得しています。プロ3年目、2014年からは NBA に再び挑戦。ダラスマーベリックスのサマーキャンプを経て NBA の登竜門といわれるサマーリーグに挑戦。サマーリーグでは5試合のうち4試合に出場し、3番目のポイントガードと限られた試合出場の中で11分12得点を取るなど存在感を出しました。そしてその年の2014年10月15日にマーベリックスと選手契約を結び、そして直後にマーベリックス傘下のテキサスレジェンズと契約を結びました。そこでは怪我で途中離脱したものの、1試合12得点を記録するなど活躍しました。試合に出られない期間も多く、挫折を感じることも多かったといいますが、そのことについては富樫選手は、 NBA の下部組織ですがテキサスレジェンズでプレーすることは自分にとってプラスになるだろうと思っていましたし、そこで1年間プレーできたのは何にも変えられない素晴らしい経験でしたとの言葉を残しており、常に前向きに捉えていたようです。その後の2015年には千葉ジェッツと契約、千葉ジェッツを初優勝に導いたり、スリーポイントシュートを B リーグ最多タイの11本を1試合で決めたりなど大いに活躍し、2019年6月には B リーグで日本人初の1億円プレーヤーとなり、常に観客に驚きと感動を与えています。アメリカ留学するも NCAA には奨学金の関係でトライできず、 NBA に挑戦するも怪我で離脱してしまうなど、いろいろな苦難を乗り越えながらも一流選手になってきた富樫選手ですが、そんな富樫選手はこれまでのバスケ人生について質問されたときにこう答えています。一つ一つの選択が常に良い選択だったと言える自信があるんですよ。アメリカの高校への進学もアメリカの大学には行かず日本に帰ってきたことも最良の選択だったと思います。アメリカの高校時代のチームメイトと話すときも、あの時勇気はアメリカに進学せず日本に帰ってきて正解だったよと言われます。アメリカで大学に行ったとしても、特に強い大学に行けば行くほど出場機会も少なくなり、選手としての経験が希薄になるんですね。日本に戻ってきて秋田に入り、日々ゲームに出場できたことがバスケットボール選手としてのキャリアの礎になっていますからね。身長167センチと決してバスケ界では恵まれていない体型ですが、世界に挑戦していく富樫選手には勇気をもらえますね。今回は動画の尺上、富樫選手の経歴だけの動画になってしまいました。次回は富樫選手と恩師の話、プレーの特徴、国内海外からの評価についてお伝えしていこうと思います。では今回もご視聴ありがとうございました。